はい、皆さんこんにちは、赤山翔です。今日はですね、このバスに乗ってですね、バス旅行、まあ、初めてのバス旅行みたいなもんですね。仕事で結構ね、あの旅行とかについていくことあるんですけど、プライベートでお客さんとしてついていくのはね、本当にそうですね、もうごく稀なところで、もう今日は楽しみにして、このですね、ニコン ZF を持ってですね、写真も撮っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、改めまして赤山翔です。今回ですね、バス旅行に行ってきましてですね、このニコン ZF をですね持っていきまして、でレンズは今回 W ニコールの 3.5cm F1.8 なんですけど、これはですね、普段私がですね、普段皆さんにお見せしているですね、 W ニコール 3.5cm F1.8 ではなくて、2005年にですね、ニコン SP とともに復刻されたレンズなんですね。でこれはですね、コーティングがスーパーインテグレッテッドコーティングになってましてね、まあ前のですね、以前のその何かな、その W ニコール 3.5cm F1.8 と比べるとですね、まあ、逆光性能が上がっているレンズです。でこれ今回使ってみました。でね、まあミラーレスですから、まあ露出とかもファインダーの中で反映できるじゃないですか。まあ、だからまあファインダーを除けば露出とか、まあホワイトバランスなどもね、まあ、チェックしながら撮れるというふうなところで、オールドレンズはすごく使いやすいなっていうふうに思う中でですけど、まあ今回は絞りをですね、これね、ご覧ください。これですね、もうこれフードごとこうね、もうフードにこう連携してるんですよね、この絞りリングはね。でこれで回して絞りを設定するんですけれどもね、ここの白いところの指標に合わせて、これ今 1.8 で、ね、F2、ね、2.8、4、5で抜くとしてですね、大体まあ8ぐらいで撮ったりとかしても、ね、この被写界振動をですね、ね、もうほとんどないかな、が入ってるっていうふうなところでですね、こう距離計というか、そのね、この距離リングをですね、止めましてね、まあ、被写界振動でカバーできるということで、もう映るんですをですね、もう押しっぱなしでまあ撮るじゃないですか。単に押すだけで、もうそんな感覚でですね、スナップを楽しみました。であと一部ですね、イルミネーションをですね、ぼかしたいなって時にですね、これ開放で 1.8 で撮ったりしたんですけどね、まあこれ、動画の最後に、まあ、昨日撮った、まあ、拙い写真でございますけどね、まあ、何枚かの写真はですね、この ZF で楽しんだということでですね、まあ、皆さんにお見せしたいと思います。まあ、やはりこのニコン ZF に関してはですね、まあ、想像の通りですけど、まあ、普段のですね、まあ、楽しんで写真を撮るというふうなね、感覚の中でね、とても、このカメラ自体がですね、まあ、ユニークというか、もう、持っていて楽しい、ね、持っていて嬉しい、そういうカメラでしたね。で、シャッターの押し心地はね、Z6II と、ほぼ同じ感じのメカシャッターの振動だったりね、感触だったりとかするんですけどね、まあ、それはもう私が以前から、Z6 で慣れていましたので、まあ、それは、懐かしさというかね、よくもう慣れてるなっていうようなところの中でですね、ZF を、現場で使って、見ることができましたね。で、そして、今回は、この、エクステンショングリップのね、ZF-GR1 はですね、借りずにですね、もうこのまんまの素の状態で使ったんですけども、もう、ずっとね、まあ、ストラップはつけて使ってたんですよ。まあ、ただ今ね、皆さんにお見せするのにストラップ邪魔だから、ね、ストラップは、外しておりますけれどもね。ね、このグリップのね、このね、出っ張りがやはりね、すごくいいんですよね。F3 に慣れてたからっていうこともね、あるんですけどもね、やっぱ ZFC の素のですね、ここがストーンとですね、こう直線的になっているようなボディの形状ではなくて、このグリップがね、この、ちょっとモコッとこうね、盛り上がってますよね。これがすごくね、実に、やっぱり手持ち撮影がしやすいなっていうふうに思って気持ちよく撮影できました。はい。で、それで、私がですね、以前の動画でですね、お話ししましたようにね、このシャッタースピードダイヤルに関してはですね、この3分の1ステップ、
のところにですねしておいて、でメインコマンドダイヤルでですねシャッターを3分の1ステップずつのですね設定ができるようにしてですね、マニュアル撮影をしましたね。でマニュアルでシャッタースピードとあと絞りはもうマニュアルでこれねでねもうレンズ自体をこの設定してですね使うもんですからね、まあ、シャッタースピードで調整したり、まあ、絞りをまあたまに動かしたりとかして使ったんですけどね、もうそういう感じでですね楽しみましたね。であと途中でですね、ほんの一部ですけどこのニッコール Z の 26mmF2.8 をねほんのわずかな時間使ったんですけど、まあ、やはりこれはこれでオートフォーカスなのでね、もう半押し AF を使っていればもう単にシャッターボタンを押せば、まあ、ピントが合うということで、もうすごく気楽にね気軽に撮れる。まあ皆さんそんなもんね、想像はね、もう本当にできることでね、面白い話じゃないと思うんですが、やはりその、オートフォーカスのニッコールレンズをつけるとですね、まあ ZF 自体がですね、もっともっと気楽に気軽に使えるなっていうふうなところで、ね、面白いなというふうに思いました。で、ただ今回は、私はパンフォーカス、ね、パンフォーカス。で、この被写界振動ですね、で、一応ある程度このそのカバーができるようなですね、ところの、距離、にですね、この距離リングをですね、置きまして、ね。で、まあ、絞りは8だとか、まあ、5.6 だとか、まあ、4だとか、そのですね、臨機応変に、被写体に合わせてですね、撮っていきましたね。まあ、でもそのパンフォーカス撮影もすごく面白いですよ。でね、これ、私、ZF をですね、まあ、自分のものが手に入った暁にはですけど、普段、ニコン F3 につけております。この AI ニッコール。20mmF3.5 というね、このレンズなかなかね、キレのいいレンズなんですよね。で、これ前にPC ニッコールの 19mm の F4 をですね、買う前に、20mm の 3.5 ね、もうその時もう一本別の分持ってましたね。で、それを使ってみたんですけど、結構ね、歪曲周差もね、結構いい、良好に縫製されていて、すごくいい感じの写りでね、手放すのがもったいなかったんですね。で、それで、まあ、PC ニッコールの 19mm の4をね、買うときに、20mm 3.5 をね、一度、ま、手放しちゃったんです。まあ、それはちょっと、結構外観もね、結構やれててね、まあ、仕方ないかなと思ってですね、手放したんですけど、やはりですね、この 20mm 3.5 はですね、持っていて楽しいレンズなので、もう一回これはですね、買いを戻したレンズなんですね。で、これを、ね、F から Z に変換する、このですね、サードパーティーですけどね、このマウントアダプターにつけて、まあ、ZF に目つけてみて使ってみたいなというふうに思ってますが、ちょっとこれね、まだつけたことがないんですけどね。はい。見た目はもちろんこのような感じで長いんですけどね。結構、このマウントアダプターもね、かっこいいでしょ。これはですね、実はこのリングはですね、絞りリングのないタイプの AFS ニッコールの G タイプのレンズなどをですね、絞りをこのですね、リングで持って操作できる。ね。そういったですね、機能を有する、マウントアダプターがこれです。はい。で、ですからね、G タイプのね、58mm1.4G とかをね、絞りをですね、自分で設定するというふうなことができるんですね。で、もしも仮に、その AFS の G タイプのレンズをね、まあ、通常のマウントアダプターにつけたときはですね、最小絞りでしか使えないんです。だからどうしてもね、使い勝手としてね、良くないので、こういうですね、G タイプのレンズの絞りを調整できるですね、マウントアダプターが、発売されてますんでね。こういったものを使われると、AFS ニッコールの G タイプ、まあ、例えば 58mmF1.4G とかね、そういったレンズがですね、絞りを操作して、マニュアル撮影ができます。はい。で、それとね、あと、ま、ちょっとま、今回、まあ、そうですね。この、W ニコールの 3.5 センチ、F1.8 をね、使いましたっていうふうなことでですね、今回楽しんだんですけどもね。まあ、やはりその ZF につけて使いたいレンズは、オールドレンズばかりではありません。ね。この、Z レンズがですね、発売された、Z マウントがですね、発表されて発売された直後に出たですね、35mmF1.8S。ね、こういうレンズもですね、もう ZF にね、つけてね、ぜひ使ってみたいなっていうふうに思うレンズですね。で、これはもうね、このように鏡頭がですね、長いんですけれども、ね、もう全然それでですね、じゃあ持ちにくいかってわけじゃないので、ね、もうこれで手持ち撮影でですね、このね、3.5センチじゃなかった、35mmの F1.8、ね、
に関してですけど、これはもう S ラインですごくね映りもいいレンズで、で近距離でのですね性能もね結構いいレンズなんですよ。だからよってですね、まあなんていうかな、テーブルフォトだとかね、そういう風な撮影にも結構向いてるレンズで、でね絞りを開けた時のねボケ味も結構綺麗で、やっぱりさすがにですね Z レンズが出た時のですねね、その高性能をですね、こう何かな、ね、こんなん作りましたってね、ニコンさんがねやっぱり、まあ、見せてくれた、で結果で見せてくれたレンズですね、これ。でこの 35-1.8 もねおすすめですよ。でそれとあと、まあよくね私が動画で言ってますけどね、その 50-1.8 でこれもですね、ね第2弾ぐらいで、単焦点レンズの第2弾ぐらいで出たかな、 35-1.8 の次ね。でこの 50-1.8 もですね、ボケ味も結構綺麗ですしね、もう線も細い描写で、トリミング体制がすごいなっていうふうにね、私自身が、最初にこれをですね、借りて使った時にそう思ってですね、まあ、Z レンズのですね、やっぱり素晴らしさっていうのをね、体験できたね、思い出のレンズ。で、それでもこれは、さすがに、まあ、赤山シューってね、こう、ネーム貼ってます。まあ、もちろんこれ今日は、レンズは、この 26mm はニコンさんから借りてますけどね、この ZF と。で、それ以外は私の全部私物ですのでね、この 50-1.8 もね、これ買ってよかったなっていうレンズです。で、こういったレンズですね、を、例えば ZF を初めて、ニコンの Z カメラとしてお買い求めになったね、方、ね、本当に今回、ね、手に入れた方ね、本当おめでとうございます。すごくね、ZF ね、今ね、発売後手に入れられた方はね、楽しんでらっしゃると思うんですがね、この ZF にですね、そのオールドレンズを楽しんで、ね、使えるカメラですよって私結構動画で言ってますけどもね、まあそれは、まあたまたまおまけとして、オールドレンズも使えるというね、この Z マウントのね、大口径 55mm、ショートフランジバック 16mm のね、その Z マウントのですね、おかげというか、その恩恵の中でオールドレンズもね、結構ですね、楽しめる。まあそしてちょっとまあちょっと補足で、まあこれ言っていいのかな、まあまああえてまあ何回も言ってますんでね、Z マウントカメラのこのセンサー、イメージセンサーの保護ガラスが薄いということで、ね、画面のですね、四隅までのね、ご性能が、特に、このですね、後玉がせり出している。ね、こういうオールドレンズ。などで、差が出てる、描写に差が出るらしいです。はい。だから、ぜひね、オールドレンズ、ね、遊びをね、楽しまれる方はね、ZF 買われた方、特にね、こういうマウントアダプターをですね、手に入れられて、古いレンズを中古で買われてですね、楽しんでいかれることをお勧めします。で、それと、まあ、話がね、こう、尻滅裂しますけれどもね、このオールドレンズもいいんですけど、ね、このですね、現行のニコンの Z レンズ、で特に S ラインの 1.8 シリーズも、結構おすすめなのでね、これはもう 1.8 レンズは 20mmF1.8、ね、一番広角レンズは 20mm ですよ。で 20mm の上は 24mm の F1.8 で、その上がこの 35mm ね、 F1.8 ねがあって、でその上は 50mmF1.8S ね、それでその上の中望遠に 85mm の F1.8 と 20mm、24mm、35mm、50mmね、85mm と 1.8S シリーズがある。まあ、その上に、まあ、まあ、プレナの 135mm の F1.8 もあるんですけど、まあ、あれは別格として置いといて。ね。そうすると、だいたい 1.8 シリーズは、まあ、5本があるんですけど、どれを買っても外れはないという高性能なレンズだと私は思ってます。すべて5本、私物でもう私持ってましてね。すごく、気に入って使ってます。20mm の F1.8 もね、かなりいい超広角レンズですよ。ね。だからまあ、Z レンズのね、本領を、試したいなっていうふうに思われたらね、この F1.8 シリーズは、ぜひ、おすすめですのでね、まあ、中古なり新品なりをですね、手に入れて使ってみてください。まあ、今日は、ZF をね、ニコンさんから借りましてね、今回使うことができたんですけどね、まあさ、私もですね、予約はしたんですけどね、ちょっとね、こうね、予約の日にね、少しタイミングがずれたんでね、まあ果たして、手に入るかどうかはね、今のところはね、わからないような感じなんですが、まあ、本当に、発売日が10月の27日でね、この ZF をね、やっぱりこう欲しいなって思われてね、予約をなさった方がほとんどだと思いますけど、ね、手に入った方、ね、手に、
ね、入らなかった方、ね、いろいろ終わりだと思いますが、ね、まあ、ただこの ZF がですね、お予約されて、まあ、手に入ればですね、すごく楽しんでですね、使えるカメラになってると思いますのでね、まあ、まだ手に入ってない方もぜひお楽しみにね、お待ちください。そして、ね、こう運よく、10月27日にですね手に入れられた方たちはですねもうすでに ZF はお手元にあって、ね、楽しんでいらっしゃると思いますが、ね、またニコンのですねこの Z の世界、ね、あとね、まあ、この Z の世界ね、 Z レンズの世界、ね、そして、このオールドレンズ、ね、の世界をですね、一挙両得で楽しめるカメラ、それがニコン ZF になっていると思います。はい、でそれではまた今日もですね赤山修チャンネルをご覧になっていただきましてありがとうございました。でそれではまた今後もよろしくお願いいたします。でそれでは失礼いたします。